回は引っ掛けクイズです。真面目に考えるとイラッとするかもしれません。頭を柔らかくして考えてみましょう。制限時間は20秒です。それでは問題スタートです。1問目です。お腹、背中以外に中がつく体の一部は何でしょうか。わかりましたか。2問目です。一般的にカレーライスに入っていてひらがな1文字で表せるものは何でしょうか。答えは具です。カレーライスに具がないと寂しいですよね。3問目です。居眠り運転、飲酒運転、無免許運転、警察に見つかっても注意されたり違反にならないことがあるのはどれでしょうか。答えは無免許運転です。自動車教習所では無免許の人が運転していますよね。4問目です。雨の日、晴れの日、曇りの日、比較的傘をさすのが一番少ない日はどれでしょうか。答えは曇りの日です。雨は雨傘、晴れは日傘を指していますよね。5問目です。平成の前は昭和、では大正の2つ前の年号は何でしょうか。答えは慶応です。時代なら江戸ですが、年号と聞かれたら慶応です。以上で問題は終了です。あなたは何問正解できましたか。ちょっとイラッとしたあなたは結構真面目な人かもしれませんね。おまけ問題です。ルビーとダイヤの2つの商品があって、あなたは何かを話すことになっています。もしあなたの言ったことが本当なら、ルビーかダイヤの2つの商品のうちの1つをもらえます。もし間違ったことを言えば
ルビーもダイヤのどちらももらえません。本当かどうか検証が不可能な場合も何ももらえません。さて、ここであなたがどうしてもダイヤが欲しいものとして確実にダイヤをもらうためには何と言えばいいのでしょうか。この問題の答えはズッキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。この他にも様々なクイズを配信しています。頭の体操としてぜひ活用してくださいね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。